ベーベルーンは、ドイツ連邦共和国にイーダーザクセン州、ホルツミンデン軍に属すフレッケンである。ベーザー側に臨む、この町は、ザムトゲマインでベーベルーンの本部所在地であり、その名の由来となった町である。ベーベルーンは北を、ベルクブルク山地、南を、ゾリング山地に挟まれた、ベーザーベルクラント地方に位置しており、北のフォーグラー山地。 北東のホムベルクの森も遠くない。町内を流れるベーバーバッハ川が中心部から約 2km 東でベザー川に合流する。首優であるベーベルーンのほか、ベルメ、ローバッハ、リュトグナーで、ライライフ船の集落がこの自治体に属す。この町は822年、または856年のコルバイ修道院の文書に初めて記録されている。 1501年にブルーン・フォン・ベーベルーンが最初の教会を建設した。ケルン大司主教のヘルマン・フォン・ヘッセンが1506年にこの教会堂を整別した。1595年にシュタティウス・フォン・ミュンヒハウゼンがこの建物を取り壊させて新しい教会を建設させた。1603年から1612年にかけてシュタティウス・フォン・ミュンヒハウゼンは ベーザー・アルネサンス様式のベーベルーン城を建設させた。この城はいくつかの中間段階を経た後、現在は文化センター圏 EWR となっている。1703年にベーベルーンに市場開催権が与えられた。腕木通信の通信書1832年から1833年にかけて、 ベルリンからコブレンツまでを結ぶプロイセン王国の腕木通信網の第28通信所がブルクベルクに設けられた。宿舎を備えた高さ14メートルの旧通信所の移行が現在でも見ることができる。この通信所は1850年の電気通信網の使用開始と共に廃止された。1846年、ベーベルンで最初のユダヤ人墓地が作られた。 二つ目のユダヤ人墓地は1855年にアムシュタインブリンクに作られた。ネオゴシック様式のプロテスタントイコールルター派生へ、ヨハニス教会は1893年11月19日に建造された。この教会はところにより精密に加工されたベザー・サガンで作られている。教会塔は1571年建造のものである。 1939年6月、ボーイフレンド109戦闘機が燃料不足のためにベーベルンとアラースハイムとの間に緊急着陸した。1943年にも52機が農地に不時着した。ベーベルン住民の78%がプロテスタント16、16%がカトリック6、6%がその他の宗教、または無信仰である。 この町の議会は15議席からなる。住民の請願により、住民に支えられた開発コンセプトを目標とする戦略的計画作業共同体がベーベルーンに設けられた。そのための作業基盤は戦略論、イングパスコンセントリルテストラータジによって裏付けられている。ベーベルーンはホルツミンデン経済地域における組織的、 地域開発のパイロットプロジェクトである。銀の波体で赤字と緑地に上下に分割。上部は6本の銀の旗と金の門を持つ金のルネサンス様式のベーベルーン上。金の葉をつけたかじられた金の切り株の傍らに振り向く金のビーバー。この紋章が象徴しているのはこの町にとって重要なベーザールネサンス様式で建設された上官とビーバーである。 この町を流れるベーバーバッハ川は、バイバーボックに由来し、従ってこの川の名前に由来する町名、ベーベルンは、ビーバーを起源としているのである。ベーベルンは、フランスの大西洋岸に近いジロンド川、川口付近のワイン産地メドック地方に属す5つの村を姉妹自治体としている。長年にわたって、フランス、ドイツの相互訪問が行われている。姉妹自治体は、 以下の通りである。ベーベルン城上場の中庭の階段等最も有名な見どころは1603年から1612年に主シスタティウスフォンミュンヒハウゼンの構想に基づいて建設されたベーザーアルネサンスの最も重要な建築文化財の一つであるベーベルン城である。この城館は装飾ハ布をいただいた金星の取れた四翼構造を成している。 ほぼ正方形の中庭の対角線上に二つの階段塔が向かい合っている。また、二本の橋が架か,かる水堀や上館庭園が付属している。ホルツミンデン群は1986年にこの上館を町から引き継ぎ、これ以後継続的に文化センターへと改装していった。城内には常設のベーベルン郷土博物館があり、夏には 夜の城というイベントのための装置が設営される。このイベントでは、城の中庭が贅沢に、イルミネーション証明される。2007年夏からはマルチメディアで体感する、ヨーロッパ発の歴史テーマパーク、ルネサンス体験館が開館した。シュタティウスフォン、ミュンヒハウゼンの生涯を背景に、戦争式や、急速に進展する。 貨幣経済への対応など特別な演出がなされた19のステージで城の歴史が紹介されている。シュタティウスは、その裕福さのために、清方変が激しい人物である。しかしその途方もない経済上の成功は、彼のどちらかといえば資料深い性格と、穀物取引や、何よりも金融業によって達成されたのである。1900年。 ライフアイゼン農業信用銀行エッグがベーベルーンに設立され、2002年にベーザーベルクラント国民銀行エッグと合併した。1949年から電子オートメーション技術画像処理や装置製造のベトナム電子技術 GMBH が設立された。ライハルトヘルンライン GMBH& 信用 KG は1955年に設立され、 家具を製造していた。後に、グスタフ・ベルマン GMBH の子会社となったが、2003年11月に破産を申し立て、2004年7月に倒産した。最終的には、約135人が働いていた。フォルストのシーミューラー機械製造会社も1976年に倒産した。 オーストリアのザンクトヨハンインチロルに本部を置く、エッゲ企業グループの参加にあるエッゲベーベルン、GMBH&CO。KG は1995年から中密度、繊維版の製造を始めた。1988年に設立されたベーバーボード、ファーザープラッテン GMBH&CO。GM KG がこの会社の事業を引き継いでいる。1996年から、 バイオ植物油の生産を行うオイル会社エルミューレゾリング GMBH がある。ありがとうございます。